乙女哲学知的探求心。エレナちゃんに俺のパンツを見せたとして、それが一体何になるというのかな。ん、うん、見識が広がる気がするんだ。パンツで新地開拓にご協力願いたい。俺のパンツに固執している時点で何も見えてなくない？なぜ隠すか。あんた怖えんだよ。ちょっとやめてやめて、あ、やめて、あ、あ、あ、助けに来た。やめろ。ザ、ホイカちゃん。ち、なんで助けてくれたの？親戚のヨシミだ。ありがたく受け取っておきな。貸し一つ。うわー、パンツが中だっせ。うわー、ブリーガーズ。ラブリーガールズ。ネギ、アイカも仮にも女なんだから、あまりそういうデリケートな部分をいじってやるなよ。高校3年生なのにゴムにピンク色でラブリーガールズって書いてあるパンツを履いていたとしてもさ、なんで私のパンツの柄知ってんだ。死ねよ。だいたいスカートめくりとかガキみたいなことをするな。いいじゃん別に、減るもんでもなし。強いて言えば俺の食欲は減るか。私の尻は汚くねえよ。むしろさ、俺が愛花ちゃんをそういう目で見てる可能性を考慮するのをやめてくれる？けどですよ、私何かしたか。それでセナ愛花はこの世界に一人で十分だっていう戦いはいつ始まるの？ラブリーガールズ始まらねえから黙ってろ。自画自賛。てか二人が一緒にいるところ誰かに見られたらヤバくない？うむ、それもそうだ。悪いけど辻本、こいつを出口までお連れしてくれ。いいけど。つうか、なんで私の格好してんだよ。制服あるなら適当な女装でいいだろ。ありゃ、そりゃモテんだったな。でも俺みたいな美少女が新たに現れたら話題さらっちゃうでしょ。私に似てるんだから当たり前だろ。当たり前だろ、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 当たり前だろ。危機察知。じゃあな、おい。あー、もっと遊びたかったのに。あ、文化祭当日また遊びに行くね。あ、あとかい。あくまでも忍んでいく予定ですので、彼女たちには絶対内密に。バラしたら爪を剥ぎます。かい、カインズホーム。それじゃあ。なぜホームセンターの名前を今。死んでる。かわいいでしょこのコスプレ衣装、エレナが着るんだよ。キャッ。エレナ、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 辻元、黒木メイサ、ナナオ、ガマの編集さん、ロッサンゼルス、ホモプレジデント、エレナ。脈がない。よかった。冗談だって、絶対嫌がるって分かってたし頼まないよ。これは私が着る用のやつだし、丈短いでしょ。安心してね、エレナには料理を頼むことになったから。よかった。っていうか、こんな可愛い服エレナに着せて接客させるなんて絶対そんなことさせないし、二人きりの時だけにしようね。ね、ね。しねえよ。接客。ん？なんで接客嫌いなの？料理も大変でしょ？辛労がない上に無心で作業できるんだから、断然こっちが楽だろ。でもエレナって接客の仕事を心得てるよね。まあな。お客さんが来店したら？いらっしゃいませ。何名様でしょうか？お席までご案内いたします。注文を取るときは？ご注文をお伺いしてもよろしいでしょうか。じゃあ空のお皿を下げるとき、お墨のお皿をお下げしてもよろしいでしょうか。お金持ちのおじさんが書いた大金の小切手を差し出されたときは、靴をお舐めしてもよろしいでしょうか。ペロ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 。セナアイカはこの世界に一人で十分。乙女哲学。文化祭。
あ、いらっしゃいませ。お二人様ですか？空いている席にどうぞ。エレナは裏でのお仕事大丈夫かな？エレナ、そっちは平気？ああ、順調だ。全く問題ない。ボロ、めっちゃ怪我してる。裏のお仕事。やけど、切り傷、打撲、怪我ビンゴがあったらビンゴだよ。怪我ビンゴって何？私、箸より重いもの持ったことないんだよね。なぜ一瞬でバレる嘘？バイトと学園祭でだいぶ勝手が違うからね。客増えたらつかなくなりそうだな。大変っぽいね。つうか、客来なきゃいいのでは。みのり、入り口のディフェンス固めてよ。ディフェンス？たたたたた。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。みんな主人公。劇やります。見に来てください。瀬名さんのクラス劇やるの？おう、ぜひ見に来てくれ。瀬名さん何の役？野暮な質問だな。主役に決まってるだろ。舞台は全員が主役。照明係、人生も私が主役。優越感。ふぅ、終わったし、二人のところに行ってやるか。あ、愛香ちゃん。うわ、ネギ、来たのか。遊びに来たよ。愛香ちゃんとこ劇なんだね。なんだ、みのりちゃんみたいに可愛い服着て接客してくれたらよかったのにな。は？お前、何言って。あ、誤解しないでほしいんだけどね、愛香ちゃんがいくら着飾っても俺の方が100倍可愛いっていう優越感に浸りたいだけだからね。そんなこったろうと思った。メッフォー、やっと休憩ね。うん、ちょっと疲れちゃったな。お腹も空いたし。屋台もあるし、食事にしましょうか。そうだね。あ、私あれにしよう。いただきます。あー、食べないの？ち、曖昧な言葉はいたずらに人を期待させる。ああ、ねえねえ、何年生？この後暇？遊びに行かない？考えておくね。あの、連絡先とか教えてもらえたり。ダメ？ダメ？あ、いけちゃう？あ、ワンチャンある。あとでね。日向さん、悪いんだけど。え？アフター待ち待機列ができてるから。やっちった。あ、何人ぐらいいるんだろう。1,2,3,3.5,4,5,6,7,8,9,10。 おいしいオムライス。みのり、お疲れさん。ふぅ、うへへ、楽しかったけど疲れたよ。100人はさすがにな。お腹空いただろ。これ、作ったから食べなよ。食べる！ニパー！もくもく。私のために毎日オムライス作ってくれる？毎日はな、もたれそうだな。もたれないよ。もたれるよ。もたれてよ。もたれるよ。心の準備、そわそわ。来てしまった。エレナさんの喫茶店。なんて尊い響き。俺などが入店を許されるのだろうか。なんて神聖な。ダメだ、心の準備がまだ足りない。数時間後。手料理なんか食べたら俺はエレナさんのオーバードーズで最悪死ぬ。あれ、総一郎くん、こんなとこにいたの？エレナさんに会いに馳せ参じる前に精神を統一しようと思ってね。今日の文化祭もう終わったよ。え？眠い。寒い。眠い。おやすみ、バタン。おい、寝るな。帰ってから家で寝ろ。エレナ、眠いの？早退する？うちに来て寝る？おはよう。やだよ。誰がお前の獣臭いベッドで寝るかよ。え、獣？うち、動物とかは特に飼ってないけど。お前がだよ。
私はさながら愛の獣か。ふむ、猿だっつってんだよ。ウキーウキウキーウキー。正論。アイカって基本的に解禁だし、なんで遅刻もしないんだ。はあ、私は普通に生活してるだけだ。夜8時には就寝して、朝5時頃になると自然と目が覚める。老人の生活サイクルだな。ルーチンに適応してると趣味に使う時間減るし、寝る時間が減るし、遅刻もする。お前大して適応してないし、毎日学校行ってても時間を使える人はいるんだぞ。お前が時間の使い方下手なだけだろ。お前ほんとバカ、殺せ。エレナがすごい感情的に。居眠り時事情。授業中寝る時って同じ体勢きつくて、体勢変えまくるから熟睡しにくくない？ああわかる。寝るな。授業中の安眠を手に入れることができれば、登校が億劫になることもないのに。うん。ネックピロー持参するのは？ああなかなか妙案だ。まるで横になっているような寝心地の良さもあるといいな。やっぱり体を床と平行にしたい気持ちは譲れないよね。あとやっぱりぬくもりを閉じ込めたい。家に帰って布団で寝よう。待てい。朝つらい。うん、あ、あいつ。よーしずく、重役出勤か。もう昼休みだぞ。みく、すいません。こいつめちゃくちゃ朝弱くてさ。そうなんだ。本当にそうなんです。明日起きれなかったら潔く死のうっていつも思って寝るんですけど、朝になると今起きるくらいなら死んだ方がマシだって思っちゃうんです。事態深刻じゃない？怖い話。しずくちゃんが遅刻したら、みずきちゃんが家まで飛んでいきそうなものだけど。しずくはどこ？最初はそうだったんですけど、その本気で嫌だったんで泣きながら土下座してやめてもらいました。どんな起こし方をされたの？台所からの変な音に目が覚め、よく耳を澄ますと、それは包丁を研ぐ音だったんです。それで刺されではないですけど、台所にはみずきちゃんがいて、朝ごはんの支度をしてたんです。手作りの美味しい朝食をいただきました。え、いい話？いえ、私家の鍵閉めてたはずなんです。二人について。そういえば、みずきちゃんとはいつ知り合ったんだ？話してませんでしたっけ？中学の頃です。中学からか、仲がいいわけだね。それが知り合ったのは中3の冬なんです。冬？え、っていうかタコ？ですです。最近といえば最近の話ですよ。しずくがこの短期間でいかにしてあの魔物を刺激するに至ったのか、さ、詳しく聞かせてほしいところだな。人の友達を魔物とか言うな。二人の出会い。いつものように朝寝坊をして急いで学校に向かっているある日のことでした。日が暮れてない？小学生下校してない？私は裏道を知っていたので、そちらを通って近道をしました。ですがその道は暇な不良がよく溜まっていて、あまり好きではありませんでした。その日はなぜか笑い声や話し声はなく、怒鳴り声や煽る声がとても騒がしく聞こえていました。何が起こってるのか少し気になって路地の奥を覗いてみました。彼女はそこにいました。二人の出会い2。用事なら手短にして。暇じゃないのよ、あなたたちと違ってね。あんたが喧嘩売ったんでしょ？マジ早く謝れよ。あなたたちみたいなメス猿が道を塞いでるせいで困ってるおばあちゃんがいたから、邪魔よって言っただけじゃない。はぁ、つーかこいつ知ってる。学校でも超態度悪くて女子に超嫌われてる。マジ超ウケる。あの子、怖そうな子たちに囲まれてる。どうしよう。